はい、のりさんこんばんは。この緑のアーティファクト、笑顔の顔文字に見えちゃったらもうそれにしか見えない。そしたら今日はね、バジリスクをテイムしたい。あいつなんだかんだパート1から確かいたよね。で、テイムする方法がパート2個くらい前で言ったけど、バジリスクの卵を食わせる。で、これが気絶させて食わせたり、まあ、そもそも手渡しで渡したりとかじゃなくて、置いとくと食うらしい。なんかわっけわかんなくない？これ初めてのテイムなんだよね。しかも、性能もいまいちらしい。攻撃力は多分スピノに及ばないし、移動能力は、ロックドレイクに及ばないだろうね。しかもよ、しかもマップに全然わかないの。俺多分アーク50時間からまあ70時間ぐらいもうこのマップでやってるけど、多分5回しか会ったことない。ガチで今回盛りなしで、いつも話持ってるけど今回に至って本当に5回ぐらいしか会ったことない。はい、ということで探しに行こうか。バジリスクってさ、普段は潜ってさ、尻尾だけ、尻尾ならばわかんないけど、爪みたいなの3つこうやって出してんのね。こういう状態、こういう状態。なんだけど、こういう鉄んとこにも、潜ってたりすんのかね。アークならやりかねないけどな。で、アルファ、もういて、アルファバジリスクってのを、1匹だけ、報告、されてるわ。いたよっていうのは、そんな強くはないらしい。多分アルファカルキノスと同じぐらいなのかな。で、そいつのアイテムがね、絶対ボスの一番難しいランクに必要なんだよね。でもさ、もともと脇がさ超少なくて、なおかつアルファのさ素材も必要ってさ、やばくないそれ。しかも絶対落とすわけじゃないからね、アルファ倒してもそれやばいよな。カルキノスのアルファだってね、多分俺もう6、7体倒してるけど、一人で。アルファカルキノスの爪みたいなやつ、まだ1個しか持ってないからね。ん？これ、なんだバグかと思ったら、蜃気楼見たくなってる。熱いのか。でも、あれだ。熱くないな。熱くないな、熱が。右下に熱いマーク出てないんだよね。もしかして地上への道なのでは。これあ、凍えている。寒いわ。あ、空がある。あー、地上だ。バジリスク探してたら来てしまった。ほーん、こんなところにあったんだ。あれね、オビリスクっていうなんか、まあ、建造物他のマップから連れてきたりするんだけど、いやまだ行けないな。俺裸なんだよね。絶対暑かったり寒かったりするじゃん。いや、行けるところまで行く。ちょっと行ってみるか、せっかく来たしね。うわぁ、暗くて何も見えねえ。おぉ！すげぇ！地上にはね、アルファリーパーキングが湧くらしいよ。おぉ！月が見える。思ってたより普通だね。もっと過酷な環境かと思ってたんだけど。割と普通じゃない？すげぇ、モンスターが、一匹もいないぞ。あー、補給物資。超見やすいね。地形が地形だから。地上でしか、赤の、補給物資も開かないんだってね。あ、ロックドレイクの頭見て。なんかトサカがブワーってなってんじゃん。これなんだっけな、教えてもらったんだよな。リーパークイーンが近くにいるんだか、なんだかだっけ。まあ、当然仮想にいるってことは、リーパークイーン湧くわけだ。地上にも。つか、登れない。これ、いけないわ。ベタベタモードでも、上登れないね。へー、なんか、そこら辺の RPC まで
RPG みたいだね。いける。いけそうに見えていけないやつ。おお、お、見えた見えた見えた。あ、あお、出て、できた。こいつクイーンっぽいね。ちょっと見たいな。レベルが限界突破したりすんのかね。クソ、3が強い、3が。あかーん。え、どこ行った？潜ったのか。ちょっとやだなあ。ん？シーカーがいる。レベル55。あー、別に限界突破してないな。洞窟とかね、難しいところだとね、レベル150で普通に湧いたりするからね。テイムとか不可能だけど、まあもともとシーカーは多分テイムできないだろうけどさ。ちょっと怖いな。ひとまず帰るか。全然上層行く回じゃないからな、今日は。リーパークイーンもどっか行っちゃったわ。お、20と25ならいましたらって。いいよな。むしろ2匹を見つけたことがすげえわ。俺20分一人で徘徊してたけど、1匹もいなかったからな。よう2匹を見つけたな。おー、ほんとだ。埋まってねえや。こう見るとちっちゃいな。ここに2匹います。ふざけんなよ。固まって湧くなって、お前。バジリスク専門学校で習わなかったの？うわ、マジだ。え、もうすぐ隣じゃん。すぐ隣に。じゃ、見えないぞ。ブロックドレイス君。これだよ、これ。ちょっと気持ち悪いんだよね。爪って感じがしてなくて。あ、とりあえずついに死んだわ。こんな真横に巻かないでよ、ポップ率悪いのに。バジリスクの卵を置くと。おい、あんだよ、あいつら。何やってんだ。竜にでもなったつもりか。ほら。85レビの、ロックドライクの卵じゃぞ。ん？これ穴に投げ込む系ではないはずだぞ。なんだこれ、どうやんだ。おお、食え。あかーん。あー、食らっちゃった。食らってないわ。え、食わねえ。これちょっと様子遠くから見る感じっすか。いや、でもこの程度離れたぐらいじゃあいつは追って来ないね。こいつのブレスね、騎乗車にもねダメージあるからな。怖いんだよな。前仮装でさ、ハザードスーツぶっ壊されちゃってさ、食ってないな。なんなら視界が離れたらすぐ潜っちゃうんだ。あー、どうしよう。罠必要か。ちょっと持ってこようか、罠。ダメっぽいな。でも俺、天才的なさ、案を思いついたって言おうと思ったら、なんか思ったよりでかい。マジ？え？しかも置けないんだけど。なにこれ？せっかく作ってきたのに。これ地面に置けないのか。知らんかったー。おお、びっくり。終わった。あー、コロ。うわー、これ絶対あれじゃん。殺しちゃうよ。やべえ、よりによって2体同時に来ちゃった。生き残ってくれ、バジリスク。お、生き残ってる。よかった。全然2匹とも生き残ってんじゃん。あ、噛みついてる。あー、これ潜ってる間無敵なんだ。ああ、よかったよかった。
これになった途端超でかいな。え、ていうか腫れない、なんでなんで腫れない、これもしかしたらここのマップ自体、このエリア自体腫れない説あるね。なんじゃそりゃ。あーやっぱそうだ、なんだろう、建物が近くにあるから腫れないところとかあるっぽいね。へえ、このなんか制約みたいなのは初めて見たわ。誘導させなきゃいけないんだ。ん？なんかスタックした、臭くね？あー、もうまたこれかよ。100万回見たわ。よしよし来たな。一応こいつのデカさを考慮しておこう。どう？これ絶対出れないから、割といい感じな気するけどね。で、閉じ込めて、卵をばらまいておくと。これで食わなかったらもう攻略見るわ。すげえ、我ながら、このさ、空いた隙間は卵を食ったかどうか確認するためにあるっていう。あれ？おい！あー、来た来た！どうだろう？毒通る？通る！めんどくせえな、こいつ！満足さ！満足さ！なんか卵系は、オーマイグンネス GG！ オップの？しかも、卵は、自分のポーチから落とさないといけないらしくて、潜ると、テイム中断するらしいぞ。まあ、レベル低いし、1個でいけるだろう。なんか、高レベルでも3、4これテイムできるって聞いたけど。あーは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 ー、卵回収できねー。あ、でもなんか止まってると思ったら止まってなかったわ。さよなら。はあ、難しい難しい。おー、いったー。どうしよう。あー、レベルが低すぎてなー。なんか、大層な名前をつけるあれでもないんだよねー。ピンクのラインが入ってるから、ピンクラインでよくない？超かっけえ。すごいかっこいいね。高レベル欲しかったわー。ちょうど、作ってきたから、乗ってみよう。そこに乗るんだ。まあ、そうか。あ、なんかすごい。早え。無駄に。無駄に早いぞ。これは？え？攻撃範囲千万。ブレスは？こうだ。はー、なるほど。どの角度でも撃てますよと。はい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 。潜りは？ん？潜りどうやんだってばよ。あー、潜れた潜れた潜れた。え？なんじゃこの視点は。あ、降りられた。逆に？ん？あー、呼べば出てくんだ。なるほど。いい長押しで見れる。そんなのあんの？あ、埋まるってあるわ。あ、俺が埋まらしたんじゃなくて、早木さんがやったのか。俺の手柄だと思ったわ。わー、すごい。でも重量2300あるわ。ロックドレイク500ぐらいしかないからね。へー。HP も別に低くないね、レベル37なのに。そういう感じなんだ。ちょっと、
ブレスト殴り試してみようか、こいつに。94。あー、こいつのこと早い。思ったよりあるじゃん、戦闘力。28。ブレスが、おお、この10ダメージ継続強くない？おお、すげえ、割と戦闘力高いぞ。おー、これかわいいじゃん、すごいかわいい。あ、なんかテイムしたら愛着湧いてきたな。テイムしたらっていうか、多分結構思ったより強いからかもしれん。やっぱり強いものには愛着湧くわけじゃん。弱いバジリスクに興味なんてないわけ。スタミナ全然使わねえな。無限にプレス打てるぞ。大怪獣バトルじゃんこれ。